リロングウェは、マラウイ共和国の首都であり、国土のほぼ中央に位置する東西、南北の交通の合流点である。マラウイの政治の中心であり、経済の中心である南部のブランタイアと対をなす。人口約107万人。また、リロングウェ県は、6159キロ平方メートルの面積を持ち、134万6360人の人口を要する県であり、 中心の町はリロングウェ市である。リロングウェ市を囲んで住宅地が広がっており、地域ごとに不規則に番号が割り振られている。1904年に英領ニアサランドの北部支所設置に伴って建設されたのが町の始まりである。1920年代よりマラウイ内で生産された旗箱の加工と出荷、トウモロコシや落花生の生産によってリロングウェは成長する。 旗箱は国外にも出荷され、現在でもマラウイの主要輸出品となっている。マラウイ内の都市の中でも、リロングウェは植民地経営の色彩が薄く、これが後に首都に選定される一因にもなる。1964年にリロングウェは、ゾンバに代わるマラウイの首都に選定された。移転が決定される前の旧市街には、約2万人が居住しており、 首都建設に伴って6000世帯が移転する。1966年、首都建設に必要な費用を調達するため、マラウィ政府は南アフリカ共和国から融資を受けるが、当時の南アフリカ共和国ではアパルトヘイト政策が実施されており、周辺のアフリカ諸国から批判を受けた。1969年から政府の建設や施設の建設が始まり、 1975年にマラウイの正式な首都に定められる。リロングウェが新たな首都に定められてからも国会は旧都の存場で開かれており、1994年になって国会がリロングウェに移転した。1993年に勃発した陸軍とバンダ、大統領派の軍事衝突では、リロングウェ市外も損害を受けた。リロングウェ・リロングウェ県は東側がサリマ。 西側がムチンジ、北側がドーワ、北西側がカスング、南東側がデッザ、南側がモザンビークの地粉でマカンガの各ディストリクトに囲まれている。リンガジ川、陸には川等の川がリロングウェ市内でリロングウェ川に合流し東に流れ、サリマ県に入りマラウイ湖に注いでいる。町はリロングウェ川とリンガジ川に挟まれた地域内で発達している。 キャピタルヒルという丘に観光庁の建物が立ち並び、丘の周囲は閑静なオフィス街、その外には雑木林が広がる。キャピタルヒルの北には工業地区、南には旧市街が存在する。リロングウェは標高1083メートルほどの高原に位置する。マラウイでは暑い寒気といわれる10月11月が最も暑い時期だが、それでも 平均気温は23度前後である。5月から8月頃が平均気温では15度から18度程度で涼しい時期であり、1年の平均気温は20度程度である。一い人口増加が続いており、2018年には約99万人に達した。人口の半数はチェワ族であり、無に族がそれに次いでいる。リロングウェとヨハネスブルグを結ぶ。 バス1970年代初頭にリロングへとグランタイヤを結ぶ自動車道路が開通した。主要な道路は M1 が北南東方向に貫通し、東のサリマ方面へ M14、西のムチンジ方面へ M12、北の道は日市方面へ M7 の各国道が通っている。M12 はザンビア国境でザンビアの国道ルサカ方面の道路につながっている。 市内及び近郊へはミニバスが多数運行されている。なお、ミニバスの多くはハイエースなどの日本の中古車である。町から北に 28km 離れた場所にはカムズ国際空港が置かれている。ナイロビ、ヨハネスブルグ、アディスアベバなどの都市との間で直行便が運行されている。市内にはマラウイ鉄道が通っているが、現在は貨物のみの扱いである。 マラウイ大学リロングウェは、マラウイの教育の中心地でもある。多くの教育機関がリロングウェに本部を置いており、代表的なものとして、以下の機関がある。1997年に亡くなった、マラウイの初代大統領ヘイスティングズ・カムズ・バンダの墓が、キャピタルヒル近隣の雑木林に建てられている。墓は、ごく簡素な造りであり、ビングはムタリカ大統領の時代に入って修復された。 他には、キャピタルヒル周辺の植物園、自然保護園、中華民国の援助によって建てられた中国庭園が挙げられる。また、市外の国立公園、自然保護区、動物保護区へは簡単にアクセスできる。ありがとうございます。